ペトルフスキー・スタジアムは、ロシア・サンクトペテルブルクにあるスタジアムである。1925年7月26日に完成。収容人数は2万1570人。ネバ川のほとりに所在している。現在は、ゼニト・サンクトペテルブルクの本拠地として使用されている。別名は、マイナースポーツアレーナであり、ディナモ・サンクトペテルブルク。 ゼニトにサンクトペテルブルクが使用する場合は、MSA ペトロフスキー・スタジアム名義である。1994年の第3回グッドウィル・ゲームズでは、競技会場として使用された。UEFA チャンピオンズリーグ2013から14の第2節で、UEFA チャンピオンズリーグ史上初めて、同じ会場で24時間以内に2試合が行われた、スタジアムとなった。 2013年10月1日に FC ゼニとサンクトペテルブルクと FK アウストリア、ウィーン、翌日にチェスカモスクワと FC ビクトリアプルゼニの試合が行われた。数字で見る UCL 第2節と第3節 UEFA.com2013 年10月8日閲覧ありがとうございます。